皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく、美人レシピの時間です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の料理何でしょうか。和風きのこカレーを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回はめんつゆとも白だしとも違うだしのうまみ、甘みの効いたこれまでにない濃縮つゆ、ヤマサパパッとちゃんとこれうまつゆを使います。では早速作っていきましょう。玉ねぎは薄切りに、にんにくはみじん切りにします。しいたけは石突きを取り除き薄切りに、エリンギは長さを半分に切り薄切りに、しめじは石突きを取りほぐしておきます。フライパンにバターを溶かし、玉ねぎが茶色くなるまで炒めます。ミレイのワンポイント、玉ねぎをしっかり色づくまで炒めることでコクのある仕上がりになりますよ。玉ねぎが色づいたら、にんにく、きのこ類を加えて炒めます。小麦粉を振り入れて全体に絡め、カレー粉を加えます。水とこれうまつゆを加え、しばらく煮込みましょう。とろみがついたら、ご飯とともに盛り付け、小口切りにした万能ネギを散らします。和風きのこカレー出来上がりました。